今日は5月27日です。これからブルーラインの MRT に乗って龍山寺に行こうと思いまして、それでは、あ、これロンチャンテンプル、今台北駅ですけど、ブルーラインで2駅ですね。じゃあ出発します。龍山寺は20ですね。この画像から日本語を選んで片道切符を購入、チケット料金と枚数を選択してください。20と20元現金を入れてください。はい、じゃあ現金入れましょう。はい、処理中です。しばらくお待ち、チケットをお取りください。チケット出てきました。こんなプラスチックのコインですね。ブルーラインやな、万南線。本人はここにタッチですね。やっと構内に入ってきました。万南線に乗ります。これを見ると進行方向はこっちだっていうことですね。また一平行くですね。市民の次ですね。かわいい電車。これで2駅向こうですね。車では20ドルですね。一番降りて右に行きます。今日はフィリピンの沖で台風が発生しておりますので、台湾もなんか熱っぽいですね。これが正面玄関ですね。もう立派ですね。265番のバスで台北駅まで行きます。